ごきげんよう、リオロスです。それでは本日もファイナルファンタジー8をやっていきましょう。はい、前回はブラザーズという召喚獣をゲットしまして、だいぶ強くなりました。ヒットポイントが1500、3100、1700。前回1000ぐらいでヒーヒー言ってたんですけど、こんだけ上がりましたね。まあ、アビリティがだいぶ増えてきたんで、中クラス魔法生成とかね、これでなんかファイヤーをファイラーにできたり、ケアルをケアルラーにできたり、あとこれですね、生命魔法生成でコテージでケアルが20個できたり、テント今ないんですけど、テントあるか、テントでケアルが10個生成して、スコールのケアルが100個にしたら、スコールのヒットポイントが3000超えました。ああ、もうなんかファイナルファンタジーっぽくなってきましたね、ヒットポイント。これだよ、ファイナルファンタジーは。じゃあ行きましょう。これでいいんだよね。肝試し終わったけど、どうすか、何か用ですか。答えを言う、あれなんだっけ、あ、あの剣の番号言うんだったっけ、忘れてた。1の位、あれ102だっけ、0の位、0、102だよね、確か102だったような気がするけど、102、当たり、どうぞお入りください。よかった、すっごいうろ覚えだったけど、で結局ブラザーズ倒さなくてもよかったんだ。なんてこった、まあ倒すけどね。バラム、ガルバディア両ガーデンとガルバディア軍の大佐が手を組むのか、なぜだ、俺が考えても仕方がないな。シードはなぜと問うなかれだ、ほう。そんな教訓もあんのか、第何条何項にあるんだな、きっと。いや、人んちだよそれ、大丈夫。ねえ、大丈夫、あのマナーとか常識とか、そのなんていうかさ、ね、お兄さん大丈夫それ、偉い人の家でしょ、ここ偉い人の家でしょ。もうセルフィーは常に外を見てるのが好きだね、君は。遅いね、もう人を待たせても何とも思わないんだから。ちょっと文句言ってくる。みんな待ってて。まあいいけどさ。あ、給料入った、帰ってきた。あ、ちなみにここ私ん家だから。は？あ、じゃあいいわ、偉くしててもいいや。心配しないでね、私を置いてきぼりにしないでね。どういう意味だ、何かが起こるのか。わかんない、ここはクライアントの命令ってことでよろしく、ね、いいとこのお嬢さんだったのか、だからあんなわがままに育ってしまったのか、面倒なことにならないだろうな。大丈夫か、どうなってんだ、でこいつと会話できないんだけど。おお、リノナは、あれは君たちのように鍛えられていない、足手まといにならないとも限らん。彼女が作戦に参加しないことはここにいる全員のためでもある。あ、監禁された。お嬢様監禁されちゃった、箱入り娘か。もしかしてリルナのお父さん。そう呼んでもらえなくなって随分になる。あららら、親父は軍のお偉いさんで、娘は反政府グループのメンバー。まあそうなるわな、超反抗期ってやつ。まずいんじゃないですか。そう、非常にまずい。だから監禁したのか。が、私の家庭の問題だ、君たちには関係ない。ああ、そうっすね。そうっすね、そういうわけにいかないんだ。ああ、学校の関係でそういうわけにもいかない、悔しい。何よりこれから我々がやろうとしていることに比べるとあまりにも小さな問題だ。そんなにでかいことやんの。まあ、魔女を暗殺だもんな。俺たちにとってもガーデンの指令もリノアの命令も価値は同じだ。俺たちは今回の任務が終わったら契約通りリノアの傭兵に戻ります。事情はわかりませんが、その時は邪魔しないでください。邪魔したら、そんなこと聞くなよ。まあ奪い去るしかないな。俺たちはシードです。シードのやり方で行動します。かっちょいい。
おいおいおい、おたくらよ。あ、一人シード、あ、君もシードじゃん。そういえば俺たちマジを暗殺しに来たんだろ。だ、それ終わったらの話だよね。先にその話をしないか。まあそうだね、確かに。一時停戦だ。まずは大きな目標をね、なんとかしないと。計画の説明をしよう。え、じゃあもうその間ずっとリーヌアさんは部屋に閉じこもりっきりか。我がガルバディア政府と魔女イデア、あ、ちょ読んでたのにその協定を記念してセレモニーが開かれる。ピクピクしてる、ピクピクしてる。セレモニー会場は大統領官邸だ。なんで女子だけオート歩きで男子は僕が動かさなきゃいけないの。セレモニーの最中に君たちは2チームに分かれ、それぞれ指定位置に移動する。2チーム、やばい、魔法をちょっと片方に集めすぎだなやばいな、ちょっとバランスよく分けないと。ケアルがバランスよく分けないとまずいぞ。凱旋門チームは素早く凱旋門に潜入して待機だ。場所は後で説明する。狙撃チームは大統領官邸の正門前でセレモニー終了まで待機。つまり今まさに私が立っているこの位置だ。狙撃チームはここで待機だ。こんなとこで狙撃できんの？普通高い位置に行かない？狙撃チームと凱旋門チーム5人を2チームに分けるんだな。じゃあリノはいた方が良かったんじゃないの？やっぱり3-3になるんだし。あれが大統領官邸だ。セレモニー終了と同時に魔女のパレードが始まる。そうしたらあの正門が開く。それまではおとなしくしていてくれ。騒ぎになればパレードは中止される。それだけは避けなくてはならない。開門と同時に狙撃チームは行動開始だ。観衆も警備もパレードに注目しているはずだ。比較的行動しやすいと予想されるな。魔女ってのは何？みんなに歓迎されてんの？怖い存在みたいに言われてたけど。狙撃チームは速やかに移動する。目標は大統領官邸の屋上。あ、やっぱ高いとこ行くんだね。魔女の部屋の手前の通路の床に時計部屋への扉があるはずだ。そこには悪趣味なギミック時計がある。狙撃用ライフルもそこに隠してる。その内部に侵入して定時20時まで待機。じゃあ狙撃チームの方が人数を入れた方がいいのかな。どっちを3人にした方がいいんだ。彼女はパレードカーに乗ってこの門からスタートする。パレードすんの？魔女が。パレードカーは門を出た後左の方へ向けて動いていく。こんな風に。お、走れ走れ親父、こっちの方へ移動する。体張った説明ありがとうなパレードデリングシティ外周を回る。環状道路をぐるりと一周して再びこの広場に戻ってくる。つまりこっちから再びパレードの隊列が現れる。そしてパレードは右に曲がってこっちへ行くわけだ。体を張った説明ありがとうなああ、若いなお父さん。さてここからが凱旋門チームの行動だ。失敗した場合に戦うのはどっちなんだ？凱旋門チームか。帝国20時、彼女のパレードは凱旋門の中に入る。狙撃が失敗した場合は実力行使って言ってたから、そっちを3人にしないとまずいよね。で、この瞬間凱旋門チームは制御盤を操作、鉄格子を下ろす。間違えて入ったところだ。ここ、最初ここに来た時に魔女を凱旋門に閉じ込めるのだ。ほう、え、いきなり不意打ちで狙撃するんじゃないの？閉じ込めて狙撃すんの？バレバレじゃんそれ。バリア張られるんじゃない？それだって。20時には狙撃チームが待機するギミック時計全体がせり上がる。狙撃チームと魔女の間には障害物は何もなくなる。そのチャンスを狙って、バーン、バンギバンギ。これが計画の全容だ。あとは作戦開始の時間を待つだけだ。それまで街を見て回るのもいいだろう。もちろんここにいても構わん。ただし、
外に出ても問題を起こさないでくれよ。俺たちは何だと思ってんだ。あんたの娘とは違うんだ。確かに確かに俺たちはシードです。なるほど、そうだったな。新人もいいとこだけどね。うん、しばらくは自由行動だ。街を見て回るのも良いだろう。準備ができ次第私の官邸に来てくれたまえ。そこで最終打ち合わせをしてから計画開始だ。2チームに分けよってな。え、リノはいらっしゃるけどリノはいらっしゃるけど、あれ、いないものとして考えなきゃダメってこと？え、じゃあ魔法とかもうちょっと貯めてきた方がいい？セルフィーさんレイズしか持ってないんだよね。どうしようかな。っていうか召喚獣も全然足んないんだけど、いいのかな。一人一匹じゃ心もとないよ、召喚獣。どうしたもんかね。まあまあ、このまま行ってみるか。セーブして、このまま行ってみるか。うん、もう準備自体はできてるからね。うん、さあ、では作戦、開始といきましょうか。多分、そのキャラが変わるときに、ジャンクション入れ替えさせてくれるタイミングがあると僕は信じる。うん、じゃないとちょっときつすぎるよね。さて、チーム編成に移ろうか。あ、ここで来る。狙撃チームは狙撃士とリーダーで構成してくれ。うん、リーダーは総攻撃。何らかのアクシデントで計画が進められない場合、あるいは狙撃に失敗した場合手振ってる。リーダーの指揮下で魔女に総攻撃をかけてもらう。我々すべてを秘密裏に進めたい。そのための複雑な暗殺計画だ。絶対狙撃失敗するフラグだよなこれ。しかし最終目的は魔女の排除。あらゆる犠牲を払ってでも目的を果たさねばならない。たとえ私の存在や君たちの所属が明るみに出てもな。最優先は魔女の暗殺だね。リーダーは俺です。あとは君が決めてもらえ。狙撃チームは決まりだな。スコールとアーバインか。俺とアーバインキニアスが狙撃チームとして行動する。あ、もう勝手に決められちゃうんだね。凱旋門チームは先制チーム。了解了解了解まあ気合が入ってるのはいいことだ。凱旋門チームのリーダーはそりゃ先生ですよ。どう考えても先生ですよ。ゼルが気合入ってるけど無理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 。悪いなゼル。トゥリープ先生、キスティストゥリープ頼む。そりゃそうだ、あの人だけだって新人じゃないんでしょ。オッケー、任せといて。さあ計画実行だ。ゼルいいキャラしてるぜ。でもちょっと相棒キャラとはちょっと違うんだよな僕が思う。あ、キスティン先生が動かすんだ。え、じゃあどうしよう。これジャンクションこっちにしといた方がいいの。あ、いや、キスティ先生しかいない。じゃあまだいっか。うん、俺たちは先生のチームだ。よろしくお願いしますよ。頑張ろう。え、まだで、あ、もう出て、お、帰ってきた。よ、ようじゃないよ。お前監禁されてたじゃん。あ、やっと脱出成功。あの男なんか言ってた。あの男扱いだよ、お父さん。何年間、呼ばれてないって言ってたけど、本当だったんだな。あの男言われてる。別に何も言ってなかったぜ。スコールは？狙撃しに行きました。ごめんね、リヌア。私たちも、もう行かなきゃ。でもちょっと待って。何？何？なんかいいもんくれる？何それ？これ見て。これ、オダインバングルっていう、オダインバングル？あの男の部屋で見つけたのよ。なんだそれ。オダイン、オダイン？何すんのそれ。魔女の力を抑制するらしいの。なんで、それあんた持ってっちゃまずいんじゃないの。でも効果わからないから、今回の作戦では使わないことにしたらしいの。オダインブランドならきっと効果ありだぜ。あ、そういう何？ブランド名だったの、オダインって。魔法系グッズじゃ一番だからな。へえ。なんか笑ってるよ先生。先生すっごい笑ってるよあれ。だよねだよね。
それであなたどうしたの？魔女にそれをつけさせるの？そうだよね、これかぶってってかぶさせるの誰がいつどうやってなんか怒ってる先生。それをみんなで考えるのよ。時間がないって言ったでしょ。スコールたちもう待機してるわ。私たちにも任務があるの。さすがプロですね。わかるでしょ。と言っても1年か。あ、いや15でシードになっていったから、なったって言ってたから3年は、うん、経験あるもんな。家出娘の犯行とは違うの。これは遊びじゃないの。言ってやれ言ってやれツンって感じ。ツンって顔してる。じゃあな。遊びじゃないのだって。分かってるもん本当に分かってるか。私だって考えてるんだから。なんか毎回行き当たりばったりな案を出してるような気がしないでもないけど。総攻撃の時はまず俺が突入する。できるだけ時間を稼ぐつもりだ。セーブ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 。総攻撃は必要ないってもさ、俺が決めてやるから安心しろよ。大丈夫本当に。あ、セーブできた、よかった。ここでできなかったらちょっと怖かったね。うん、よし行こう。これで何が起こっても大丈夫だ。何でも来い。なんか音楽変わったね。ドキドキすんね。いやでも僕は絶対狙撃は失敗すると思ってます100% 失敗すると思ってます。あのさ、シードは任務に返してなぜって質問しないって本当か。あ、そうですよってさっき言ってたもんな。知ってどうする。お、なんかドローポイントがある、ドローポイントがある。例えばさ、敵がすっげえ悪いやつだと分かればバトルにも弾みがつくだろう。敵が悪いやつ、サンダラーを見つけた。おそらく敵と俺たちを分けているのは善悪じゃない、お互いの立場が違うだけ。スコールはサンダラーを5個ゲットしたいやでも魔女は悪い人なんじゃないですか。まあまあ今んところよく分かってないけどね。うん、サイファーが生きてるかどうかによって変わってくるな。うん、生きてたらいい人かもしれない、ひょっとしたら。どっちも自分が良いと思っている。あ、ちょ、飛んだ飛んだ、ちょ、飛んじゃったよ。どっちも良いと思ってる。なんかスコールさんの、うん、哲学聞けたと思ったのに。私たちが魔女をここで足止めしておく。そしたらあとはあんたたちの出番よ。こんな簡単なミッション3人もいらないのにね。絶対簡単じゃないってよ。あれ、動けない動けない。20時きっかりだ、任せとけって。で、凱旋門チームはこの通用口から中に入って定時20時まで待機。20時ちょうどに魔女のパレードは門の真下に来る。その瞬間に制御盤を操作して、うん、閉じ込める。うん、オッケー、それはわかった。じゃあ頑張ってねセルフィー。で、我らは高いところに行くと。すげえ人、こんな人いたんだこの街。カードできない、あ、話もかけられもしない。君らの持ち場はここ。ところで大佐、なぜ魔女はこんな派手なパレードを始めようと思ったんだ。なぜって言わないんじゃなかったのか早速聞いてるぞ。魔女が本拠地と定めたガルバディアガーデンに移動するためだ。だからガルバディアガーデンは魔女が邪魔なのか。さあ始まった、いよいよだぞ。私は邸に戻っている、幸運を祈る。え、お父さん何もしないの。お父さんも全力出さないの。お父さんもなんかしようよ。あれ出てきちゃったよあいつら。どうしたんだよ先生。やっぱり言い過ぎたかな。いや、いいと思いますよいいと思いますよ。言い過ぎたって。私謝ってくる、リノアに。そんな暇あるか。リノア、でもどうするの、持ち場離れちゃっていいの。よくないと思いますよ先生。まだ20時までは余裕があるわ、あなたたちがここで待ってて。いや、作戦が終わってからでよくないですかそれ先生そう言われたって。ちょ、プロにあるまじき行動。ちょ、セルフィーまで行っちゃったよ。待てよ、あ、みんな行っちゃったよダメだこのプロ集団。いや、僕は待機したいんですけど、ダメですかね。
退避したいんですけど、ダメですかね。ダメ？あ、入れさせてくんない。え、行かなきゃダメなの？何？ちょっとプロ意識足らなくない？それはちょっと。あ、いたいたいた、お父さん、お父さん、娘さんに会わせてください。お父さん足早い。お父さんに見つかったらお前ら何やってんのって怒られるよね、これ絶対絶対怒られるやつだよね、これ。大丈夫なの？あ、帰ってきちゃった。いや、この場に間もなく外を荒れる。ここにいれば安全だ。へいへいって感じ。会話もしないんだ。どうすんの？リルマンも参戦する？そうすれば3対3になるよ。やば、閉じ込められる。ん？私だってやれるよね。え、あのオダインバングルするの？オダインすんの、お前。いや、絶対合ってるでしょ、今の。今のなんですれ違わないんだよ。リノア、さっきはごめん。あなるほどね。そういう家なんだ。もしかして、閉じ込められた？いや、そんな、あの大佐の仕掛け？いや、窓から行こうよ。君らプロだろ。もしかして、親子喧嘩のとばっちりかよ。まずいよね。しかもリエマのことも心配だよ。おい、どうすんのこれ、作戦どうすんの？どういうことだ？オダインバングルつけに行くんだろうな。きっとリノは魔女のところに一人で行ったのよ。私たちの力になろうと思って。え、結果何？アーバインと、え、これ見逃しにセーブがある。するわするわ、絶対するわ。え、じゃあ結局リノアとスコールとアーバインで戦うことになるの？これすごい、そんな気がする。マジか。だからもうプロ意識が足らない人たちは困るぜ、これだから。え、ここに降りろってことでしょ、これ。ここは関係ないわね。それでも降りてみる。え、なんで開いてんの？じゃあここなんかあるでしょ。あれ、なに、え、召喚獣とかいいんじゃないの？どうせ召喚獣いるでしょ。召喚獣とかすごいアイテムとかあるでしょ、これ。給料入った。え、なにこれ、なにここ。来れるってことは無駄なことないよね、絶対。なんか落ちてるよ、ほら。え、月刊武器5号すごい。それだけ？マジか。月刊武器5号すごい。あ、リボルバーが強くなる、これで。名器リボルバーのブレード部分を威力の高い剣として有名なカッティングソードに換装したガンブレード。ソード部分の名を取ってカッティングトリガーと名付けられた現行の最新ガンブレードである。あむしろ戦う前にそれ欲しかった。戦う前に欲しかったよ。え、これだけ？これだけ？あっちにはしごあるけどいけないよ。まあでもこれで、うん、カッティングブレードが手に入るわけだな、いつか。いつかな、うん、メズマライズの刃とかいうのを取ればいいわけだな、うん、まあ来てもよかったんじゃないか、ここは、うん、とりあえず、うん、何の成果も得られませんでしたにはならなかった。え、で、どう行くの？こっち？どう行くの？ゴールどこ？これあれ行けないよ、進めないよ。この車乗んの？え、あ、乗るんだ。この車で行くんだ。私だって。え、さらに上登ってる感じ、これ。ひょっとして木箱が都合よくそう積まれてるってことは。あ、そういうことですね。シードじゃないけど。大丈夫か、この人。遊びじゃないもん。飛べ、飛んだ。本当にこっちか。え、でどこに向かってんのこの子。狙撃場？なんか都合よくこう登るところあるし、
どこまで行くのこれ。この子はどこまで行くの。 なんとなく操作して上行ってるけど、はっ、魔女が出てきたら上から降ってきてかぶせんの、まさか。オダイン、オダインバングルを。お、始まった。はっ、イデアさん。おい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 、直接対決かよ。しかも不意打ちなしかよ。私このガルバディアの軍の大佐のカーウェイの娘です。てへ、これから父がお世話になると思って本日はご挨拶に来ました。あ、参りました。遊びだ絶対。それで私から贈り物があるので、ぜひ。魔女って心読めたりとかそういうのはないのかな。大丈夫かな、振り向いてくんないけど。ガボってかぶせんのこれ。ほらバリアあるじゃん、絶対あると思った。え、じゃあ銃弾無理じゃん、やっぱり狙撃できないよ。え、あ、バングルどっか行った。バングルが手から外れない。あ、なになに、魔女強すぎない。う、え、おい、気絶した。え、魔女強すぎない。一回もこっち見ないでやり過ごしたよこの人。あ、髪伸びたんだ、髪が自動、おお、髪が何、伸び縮みするんだこの人。あれ、バングルは、オダインバングルどうした。おお、怖え。何何何、そのポーズは何。あ、なんかずっとうつろな目してるけど、なんだかんだでリノはガン無視してない。いいの、ほっといて。おーいえ、いや狙撃入りも無理だろうし、強攻策も無理じゃないこれ絶対に。100% 無理でしょ。え、なんかめちゃくちゃ歓迎されてんじゃん魔女。出てきたぜ。え、リナ、何さりげなくついてきてんの。もうあれかな、心乗っ取られてんのかな。あ、なんかうつろな感じしてる。